エナデミー賞始まるよ。おはこんにちばんは。エナショートムービー実行委員会実行委員の伊藤修造です。はい、同じく実行委員の西尾ガンタです。この番組はエナデミー賞に投稿していただいた動画を視聴者の皆さんにご紹介する番組でございます。はい、ショートムービーコンテストでは昨年12月3日に市内にあるフランス料理のレストランメゾンドゥジャルダンで授賞式を行いました。多くの方にお越しいただきありがとうございました。また2017年度のショートムービーについても募集を始めておりますのでよろしくお願いします。テーマは思い出です。締め切りは9月末までです。それではですね、エナデミー賞2016にて、グランプリを受賞された作品をご覧いただきたいと思います。はい、今回皆様にご覧いただく作品はショートムービー部門とワンミニッツ部門の2作品をご覧いただきたいと思います。1つ目の作品はショートムービー部門での、グランプリを獲得されました、チーム名はシネマウントフィルムパーティー、題名が幸せになるための五箇条です。それではどうぞ。あー、ミケ、私幸せになりたいの。どうしたらなれるかな。いただきます。お、うまそうじゃん、ちょうだい。ちょっと、それ私が食べなくて買ったんだけど。ごちそうさま。あっちー、ちょっとちょうだい。え、ちょ、それ化粧す。あー、生き返った。ほら、今日もあった。本当だ。新しい知り合いを作るだって。どうやって。あ、あのボールペン落ちましたよ。それ俺のじゃないです。あ、そうですか。あんた、さっきから声かけてるの男ばっかりだよ。たまたま、たまたまだから。あ、ありがとう。なんだ、まさちか。あんたはお呼びじゃないから。恋人以外の男と付き合ってみるだって。やった。なんで喜ぶの。誰にしよっかな。付き合ってください。え、俺と。あなたは誰ですか。この前会った時に一目惚れしたんです。体中に電気が走ったんです、ビビッと。ああ。だから付き合ってください。お願いします。まあ今彼女いないからいいですけど。やった、ありがとう。人が大丈夫。何、どうした。なんでもない。ふざけるなよ。なんで俺に命令すんだよ。命令なんかしてないでしょ。私が猫が好きって言ったら、あなたは俺が犬が好きって言って、猫も可愛いよ、一緒に撫でに行こうって言っただけじゃん。それが命令なんだよ。俺は猫が大嫌いなんだよ。そんなことで切れないでよ。俺帰るわ。ちょっと待ってよ。全然幸せじゃない。全然幸せになれない。今日は何もないんだ。
よう、何やってんの？なんでもない。猫じゃん、かわいい。猫嫌いなんじゃなかったっけ？まあそうなんだけどさ、みゆきが猫好きだから俺も猫嫌い克服したんだ。だってみゆきが好きなものはさ、俺も好きになりたいじゃん。あ、そうだ、はい、これ明日誕生日でしょ、プレゼント。化粧水ありがとう。うん、あった、これも。ケーキありがとう。いいですね。やっぱ動物飼ってやるとですね、なかなか難しいって聞くんですけど、うん、やっぱなんか猫大好きなので、もうこれだけで僕の中ではグランプリですね。猫は賢いですね。まあ、なんか全然逃げんしね、うん、もうなんか作品見とりも猫見とりたいみたいな、うん、そうですね。なんかでも上手にやっぱ最後のプレゼントも飲んじゃったもん食べちゃったもんとかですね、うまく返しとるなと思ったんですけど、うん、なんかどうですかね。出てきた男の人がですね、小島よしおに似ている人がいたような気がするんですけど。分かる分かる、俺もちょっとなんかなんで海パン履いてないかなとちょっと思ったんでね。ですね、うん、やっぱりグランプリ取るためってやっぱ海パンはいけないかなっていう、うん、そういうところでやってくれたかな、うん、そうです。はい、続いてご覧いただく作品はワンミニッツ部門でフリースタイル部門賞を受賞されました、いじめ撲滅委員会さんの亀吉の嘆きです。それではどうぞ。俺亀吉痛いよ、いじめないでよ。二人乗りは重たいな。三人は無理だ。プシュー。プールはもうゴリゴリです。あ、なかなかやっぱり今度はさっきは動物だったと思ったんですけど、子供ですね。子供も王道ですからね。うん、そうですね。上手になんかセリフ入れながらカメと遊ぶところを、まあ、ほのぼたした感じですね、うん、見れたんですけど、どうですかね、なんか、うん、君が作るならどうやって作るんかね、うん、はい、2つ作品見たところですけど、まあ本当に、自分でですね、いろんな動画も撮ったりとか、うん、あったりとかね、そういうものあるかと思います。それをちょっとつなげて編集するだけで、本当に、ワンミニッツなんか簡単にできますんで、どんどん気軽にですね、ご応募いただけるとありがたいなというふうに思います。もう一個テーマの関係ですね。はい、ショートムービー部門ですね、うんうん、こちら5分間のコースになりますけども、まあ、今回思い出っていうテーマなので、うんうん、皆さんいろいろ思い出があるかと思うんですけども、まあ、ぜひそれをうまく、ね、そうですね、映像にして、まあ、僕的にはもう楽しい感じで、まあ、例えばちょっと大阪弁みたいに思い出って言ってなんか物持ってやるとか、そういうノリでもいいです。本当に短くてもいいんで、まあ、5分以内ということでございますので、ですね、そうですね、ここのところにご応募をお願いしたいと思います。またこの番組毎月やってますんでね、ぜひご覧ください。それでは皆さん、バイバーイ。